あざとい女性はどうよ。怖いまではいかないですけど、ちょっと警戒しちゃうかなとは思います。表面的なあざといを使ってる女子と会ってきたのかな。確かに、それは分かりやすいやつじゃないんです。もうもはや、あ、もはや、そう、可愛くなろうとか、こうなりたい自分になろうみたいに頑張ってる人はすごい好きです。初歩ですね。なんか先生、僕はちょっとあんまり分からない。今日教えてもらってたら嬉しいなって。うわ、ごめんなさい、教科書がエキスパートなのに初日の教科書として大丈夫かな。そんなウブな3人を迎え、まずはあざと連ドラここまでのお話をギュッとおさらい。この物語の主人公は就職のため奈良から上京し、あざかわ女子に成長する戸渡花、職場のあざとかわいい先輩香里や、クールビューティーな同期マナカから刺激を受けてあざとさを身につけていき、乾杯。これよ。そうですよね。入社当時から花を気にかけていた同期一の人気者橋本優希と二人きりで食事。しかし、かっこいいですよね、でもね。これは確かにバットだ。今思い出すよ、バットだ。変だった？うん、面白いからと。そうそう、自分のためだけだったらいいよね。橋本のインスタには待ち受けにしますと花がポテトを食べる写真がアップされ、あまりにも可愛くて撮っちゃったとかだったらね、待ち受けにしちゃおうかなって。ちょっとマウントじゃない、それって。そっか、しかもあわよくばひょっとしたら付き合ってんじゃないかって、こう少し香りを漂わせるためにも、あの行動は橋本君もやや牽制してたのかなと思って。なるほど、他の男子が近づかないように。そうね、俺のベクトルは花に向いてるっていうのをアピールしてるのかもしれないです。なるほど。ちなみに橋本はね、今までほら完璧だったじゃない、3人がどうなの、あの男性は。僕めっちゃいいなって、すごい好印象。安心しました。はい、安心した。もう教科書通りが正解だと思ってるところが、おそらく経験がないからこれをいいと思ってるんだろうなっていう。ファンの方々安心すると思いますよ。確かにそういうことか。ちょっとでも恥ずかしいですね。そうね。